反対してたというよりも、まあ、僕を含めて僕もストリートファイター3までずっと開発プロデューサーじゃなくて R&D スタッフとして僕は入ってたので、小野さんが作ったタイトルはもうやること全部終わったじゃないですかと、もうこれ以上何を4を作る意味であるんですかと、で多くのストリートファイターファンのために作るべきだと、頂点のためじゃなくてもっと下のこうカジュアルのところから、もしくは一つだけ好きだったっていう人たちのために作るべきだっていうところでの話し合いをさせてもらって、やっとまあ納得してもらったっていうのが4 の, あの開発がリビルドできた結果は、結果がそういう話になった状況です。ちょうど4を出した頃にですね、やはり YouTube であったりとか、そのストリーミング放送っていうのがそろそろ流れが出始めた時で、で僕自身、まあ、結果的にこういう形になるっていう想像はできてはなかったんだけどもっていうところになるとは、まあ、そこは思わなかったので、ここは嬉しい誤算というか、あ、テクノロジーがここまで進化してよかったなと思う反面、僕自身もいろいろなコミュニティと接していっていろんな意見を聞かなきゃいけないなと思ったりとかで、そのさらに拡張は、あ、じゃあこういうコミュニティの人たちとシェイクハンドしていってカプコンプロツアーとかっていうものができるんじゃないのかなと思ったきっかけを作ってくれたっていうのも、まあ、このオンラインだったりとか格闘コミュニティが各地域に出来上がったっていうところでの恩恵を預かってるのかなとは思ってます。まずストリートファイターのシリーズってもう過去ずっとですね、その30周年を迎える、まあ、来年迎えるんですけど、この30年の間っていうのはほぼアーケードというものに出して、で、まあ、当時30年前だったらまだヨーロッパもアーケードの文化もあったし、でアーケードを扱う会社もカプコンの今のカプコンヨーロッパの前の前身のアーケードを扱う会社っていうのがドイツにあったりとかして、多分スペインとかにもアーケードキャビネットが来てたと思うんですけど、アーケードっていうものがあって、まあ、今後も新しいタイトルだったりとか、もしくはいくつか大きくバージョンアップをしますよっていう、ストリートファイター5がバトル の, そのダイアグラムを変えますよっていう時には、本編とは別にこういうオンライン上のベータテストっていうのはやっていくことによって、皆さんがこのストリートファイター5をツールとして使っていただくには一番いい状態のものを出せるんじゃないのかなっていう恩恵とかノウハウは溜まってきたと思ってます。まあ、追加の6キャラクターをまあどういう着陸地点するのかっていうのは、僕らまだまだ今あのトライアンドエラー中なので、まあ機会があればその6体がどんどん出るタイミングでまた皆さんにいろいろいくつかアナウンスさせていただこうとは思ってます。で今回、まあ今この2月の16日に入っている16体のキャラクター、特にレガシーキャラクターを大きく変えた理由は、今回2つ理由があって、1つは先ほど言ったストリートファイターを今回リセットしようっていう人たちの声やっぱり非常に多くあったので、じゃあ今回は個性を引き出すんであれば、そのキャラクターが一番生き生きと動くような状態に変えていこうっていうところから、ニューロックスタイルも見直して、で戦略のスタイルも見直していくことによって、そのキャラクターの本質はぶれないけども新しい個性を打ち出す、で過去からのプレイヤーの人から見ると、あ、新しいダルシムじゃん、新しいベガじゃん、新しい剣じゃないかっていうふうに感じていただけるし、初めて来る人は、あ、このキャラクター使いやすいと思ってくれることもあるし、そういう、こういくつかの要素が積み重なった状態で、今回の新しいこの着陸地点っていうのは求めてきました。一番最初に2年前、まあ、なんか1900あじゃない
2014年の12月にストリートファイター5を作りますって言ってプレイステーションエクスペリエンスでラスベガスで話した時はそのストーリーエクスパンションの存在ってなかったんですよ。で、まあ、今まで通りの今回の入ってる収録通り今の過去のストリートファイターシリーズと同じように各キャラクターのそのプロローグを語っていきましょうと。で、プロローグの絵はもう昔からカプコンのデザイナーとかを使って綺麗な 2D の絵を描いて一つ作りましょう、エクスパンションを作りましょうっていうところから制作が始まってですね。で、まあ、結構順調に作ってこれたので、あ、これって発売後すぐぐらいにアップデートできるんじゃないのかなっていうのが見えてきたので、まあ、先日ストーリーエクスパンションモードっていうので今までのそのストリートファイター4とストリートファイター3の間をきっちりと語るストーリーっていうのが配信できますと。で、6月には皆さんのプレイステーション4 PC にですね無料でダウンロードで送り込むことができるので、まあ、これでより深くまたストリートファイターを楽しんでいただければなっていうところの考えで今回は提供させていただくことに決めました。アルティメットエディションとか、まあ、要はスーパーとかアーケードエディションとかウルトラっていうのは発売する予定はないんですね。で、これで満足してくださいっていうつもりもないんですよ。我々はこの発売を2月16日に発売させてもらったそのタイトルっていうのはこれだけやればいいんじゃなくてこれからどんどんアップデートしていきます。で、そのアップデートのやり方が今までのようなスーパーとかチャンピオンエディションとかターボとかっていうやり方ではなくって今回のやり方で皆さんとビジネスの上でもこう成立させていきたいし、でコミュニティの上でも継続的にやっていきたいっていうところのこの2つの、入り口から皆さんと一緒にストリートファイター5をまた5年10年と持たせていきたいなとは思ってます。 Wanna see my kung fu? I'll show youが年を取ったなって感じですかね。やっぱりその2の時代からこのタイトルに関わってる身からするとこの24年間5年間っていうのはなんですかね、いろいろなことがこのストリートファイターの中ではあったなとは思ってるんですけども、やはり発売した後からもどん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 バージョンアップを繰り返していっていろんな機能を継ぎ足していってストリートファイターファイティングツールとしての伸びしろっていうかこう伸びていくこの高さっていうのは5の方が高いので、その点でいくと、まあ、時代っていうか技術であったりとかや作り方っていうのは変わったなっていうのは思いますけどね。僕自身は諦めてません。もう全く死んでるとも思ってないし、でただやはり一点はダークストーカージザレディスを出した時のコミュニティが僕が想像したほどは大きくなかったなっていうところはやっぱり正直その時間をかけてその、まあ、僕がまだカプコンに出れる間ももう少しまだあると思うので、その間のうちには何がしらかチャンスがあればやはりもう一度このヴァンパイアというものはトライをしていきたいなとは思ってます。